ジョン・ウィクリフは、イングランドのヨークシャーに生まれた、宗教改革の先駆者とされる人物である。オックスフォード大学の教授であり、聖職者であったウィクリフは、ローマカトリックの教義は、聖書から離れている、ミサにおいて、パンとワインが、キリストの本物の肉と地に変じるという説は誤りで、ある、と、当時イングランドにおいて絶対的権力を持っていた。 ローマカトリックを真っ向から批判した。イングランド国王が英語の聖書を持たないのに、ボヘミア出身のアン王妃がチェコ語の聖書を所有していることに矛盾を感じていた彼は晩年になってから彼がかつて司祭をしていたラタワースに戻り聖書を英語に翻訳した。信徒の霊的糧である聖書とそれに基礎を置く説教を重要視し、 翻訳した聖書を持った牧者たちを地方に派遣した。ウィクリフの思想は、ボヘミアのヤンフス、また100年後の宗教改革にも大きな影響を与えた。ウィクリフが訳した聖書の序文には、エイブラハムリン・カーンが引用した有名な言葉があると言われることがあるが、実際には、ウィクリフ聖書の序文にこの言葉は確認できない。審問を受けるウィクリフはばかれて焼かれる、ウィクリフの骨、 ウィクリフの最後の日々の著書の業績は、彼の学識の絶頂とも言えるものである。ウィクリフの最後の著書、ハンキリストは、未完となった。1384年12月28日の幼児虐殺の日の礼拝に出ている時、脳卒中が再発し、年の終わりに死去した。その後、ヨーロッパで不ス派が広まった。ウィクリフが当時異端とされなかったのは、イングランド王族で、 ランカスター家の祖である、ジョン・オブ・ゴーンとの保護があったためであった。ウィークリフは、死後30年ほど、あと1414 14年のコンスタンツ公会議で遺体と宣告され、遺体は掘り起こされ、著書と共に焼かれることが宣言された。これは、12年後に、ローマ教皇マルティヌス五世の命により実行された。ウィークリフの墓は暴かれ、遺体は燃やされて、川に投じられた。 1401年のハン・ウィクリフ派法は、ウィクリフの名誉を汚し、ウィクリフに共鳴する者を迫害することを定めた。1408年には、ウィクリフの著書及び聖書を英訳して読むことは、死に値する異端の罪であるとした。ありがとうございます。